キンプリ・ナガセレン、ズボンの中は、僕の手の家に突っ込み殺到。ノーパン外出に気づく実用性もキングプリンスのナガセレン、24がパーソナリティを務めるラジオ番組、うん、キングプリンス・ナガセレンのラジオ GA 化放送に出演。ズボンの中に手を入れる癖について語った。 この日の放送ではリスナーからの次のメッセージを紹介。今、ファンクラブ動画を見ているのですが、ヤスくんずっとズボンの中に手を突っ込んで、ヤスくんはパンツの中に手を入れてる姿を時々見るのですが、普段はあのくらいの頻度でパンツに手を入れてるんですかちなみに今も入っちゃってますか本当、ずっとだったので気になっています。 これに長くやりません。これたくさん来て気持ちはわかりますよね。とスタッフに呼びかけるようにコメント。続けて、今、デニム履いてるから入れられないんですよ。でも、24時間中2時間は入れてるかもしれない。るぐらい、笑いと話した。さらに、中学の時からずっと入れてます。体操着とか特に。スウェットって伸びるから、すぐ入るんよね。 寝る時とかもたまに入れてたりとかするし、家のソファとか座ってテレビとか見てる時とかも入ってるし、と語った。そして、第二のホームというかね。僕の手の家みたいな笑い。あそこじゃないと落ち着かないというかね。女子の皆さんは本当わからないと思います。で,でもてて、一回、一回マジでやってみて。寝る時とか。 本当ずっと入れてます、僕は。そういう人間です、と持論を展開。最後には、の多分、ファンの人が目の前にいてとかってのは入れてないと思う、さすがに。ちょっと裏に入った状態とか避難しちゃうかも、手が。ファンクラブ動画は素でしたね、と話していた。